今あなたはですね、彼に嫌われる努力をしています。さあ続きまして、カエルさんはじめまして。私は一人っ子で母親に始まり、これまで大好きな人ができると自分を一番に特別に扱ってほしいという独占欲が暴走してきました。普通みんなそうですよ。同じ職場の大好きな彼がいるのですが、彼のファン的な後輩女性が時々しつこく彼を飲み会に誘います。結果いつも複数人で食事会が設定されるのですが、あなたも行くんでしょ。その時間彼が取られるような感覚になり、苦しくてたまりません。実際に嫉妬するような事実や状況にはないことはこれまでもう何度も彼と話してきて分かってます。彼も私を不安にさせまいと最大限配慮してくれます。でも苦しい気持ちが一向に変わらず、毎回自分に失望しそうになります。どうしたらシフトできますか。まずですね、あなたが彼をカゴの鳥にしてしまったと思ってください。例えば、カゴの中に入っている鳥に、ピーちゃんは私のことが大好きだよね。ピーちゃんと私の愛は永遠だよね。って、だったらなんでカゴがいるのかな。どっかであなたは、このカゴがなかったら鳥はどっかに飛んでしまい、決して私の方には帰ってこない。と思ってるわけですよね。だから嫉妬してコントロールをしてしまっている限り、どこかで私は彼には愛されないっていう信念を信仰しているようなもんですよ。鳥を自由にしてですよ、毎晩あなたのところに帰ってくる、これであなたは愛されてると実感するんじゃないかな。彼が本当にあなたが自由にして、それでもあなたを選び続けてくれること、でこれで彼は彼に愛されてるとあなたは思うんですけど、今あなたはですね、彼に嫌われる努力をしています。でどっかで感じているでしょ。ある時に彼がいい加減にしてくれよって言うんじゃないか。それはですね、もうどんどん恐れのようになっていくんですよ。例えば黒ひげ危機一発ゲームってどんどん刺していくと、あれね、飛ばない方がいいんだけど、もう飛ぶんじゃないか、あれ飛ばない、もう飛ぶんじゃないか、飛ばない、いい加減に飛べよ、さっさと飛べよ、早く飛べよ、なんか早く飛ばそうとして飛んだら、安心したって思いますよね。今あなたはどんどん風船が大きくなって爆発しそう。彼が浮気するんじゃないの、あ、浮気しない、浮気するんじゃないの、浮気しない、浮気するんじゃないの、全然浮気したい、もう早く割れよ、さっさと浮気しろよ、うらやっぱりって罠を仕掛けてはいけません。でここはですね、彼は関係ないんですよね。こんな彼に私は愛されるにふさわしくないと思っている。そしてですね、私を安心させてって彼は、あなたは言ってるんだけど、今多分あなたはですね、すごくなんか依存的になりすぎているわけで、多分あなたが本当に彼を愛するっていうことで、私は一体何ができるんだろう。例えばすんごく私はあなたに嫉妬しちゃうし、すんごく独占欲も強い、だから本当にあなたをコントロールしちゃうこともあるんだけど、いつも私を安心させて、私を優先させてくれて本当にありがとう、私はこんな私だからすっごく自信がないんだけど、すごくあなたに優しくしてもらうたびに感謝してるのよ、でもすぐね、でもいい加減にしろよっていつか言われちゃうんじゃないかなと思っちゃって、そんな自分に自己嫌悪しちゃうんだよね、全部喋ってみてください。そうすると彼は、なあ、あなたの中に何が起こってるのかっていうのが分かりやすいんですよね。でそれが多分あなたにとっては一番いいことかなと思いますね。続きまして、太陽の塔さん、塔っていうのは太陽の塔ね、
36歳独身女性です。平先生のありがたい話いつもありがとうございます。ちゃんと恋愛してこなかった私ですが、先生の話に励まされ前向きに恋愛してみたいと思う一方、このまま誰とも出会えなかったらどうしようと不安に襲われる時があります。このような不安な気持ちはどのように解決できますかと。まずですね、こんな不安、どうせうまくいかないだろうと思うと今モチベーションがなくなりますよね。だってうまくいかないんだもん、やっても意味ないしね、なんかどっかに課金してね、なんかあの出会いとかお見合いサイトに登録してもうまくいかないんだったら意味ないじゃん。ゴールがそこにすると今モチベーションがなくなるわけですよ。でももしうまくいって最高のパートナーと出会ったら、どこにデート行きたいかとか、どこに新婚旅行に行きたいかとか、どんなバッグ持っていくのかとか、ハワイに行きたいですなんていうの、ハワイのどのホテルなの、オーシャンビューとか、どれぐらい値段が違うのかとか、そんなものもちょっと調べて準備しとくんです。あなたにとって、もし最高の人と会えた時に、こんなライフプランでこんな風に行きたいと思うこと。で、そうすることで、今あなたのモチベーションが変わるわけです。例えば、占いで、今日運命の人と出会いますって言われると、ちょっとメイクも入念になるしですね、いつもの3倍ぐらい寄せて、上げて上げて上げて、すんごく一丁らもう最高の服着て外出できると思いますね。で、そうするだけであなたの女性力、アップしますよね。だから、うまくいった、彼氏ができた時のシミュレーションを今しといてください。それが多分あなたにとって一番大事かな。今日の動画お役に立ったらグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録まだの皆さんはチャンネル登録もよろしくお願いします。またお会いしましょう。9月15日に東京浜松町の都立産業貿易センタービル、会場は9月1日と同じで追加講演会をします。さらに9月14日、名古屋、ウィンク愛知、愛知県産業労働センターですね。9月16日、大阪、江坂のサニーストーンホテルでも講演会をいたします。時間は13時30分から16時30分。費用は5500円でございます。3300円分のチケットプレゼントできますから、意外とお安いかもよ。詳しくは YouTube 概要欄までよろしくどうぞ。